今回のお祭り応援団はフォーマルな格好で来てくださいと。神聖ななんかがあるらしいのよ。何？以上、僕たちは祭りナイトでした。皆様、本日はお越しいただき本当にありがとうございます。ありがとうございます。ピンク色神田陸斗と白色の長見拓也です。お願いします。今の全部の調整してなかったけどめちゃくちゃタイミング合わせて裏紙が危なそういうオープニングあったっけ。なかったですよ。勝手にそういうのやめて。だから本当にこっちのセリフなんです。 YouTube やん。リクトに向けてください、その質問を。めっちゃ焦った。神聖ななんかがあるらしいのよ。何？それで僕らもこの格好で来たわけですよ。そうそう、スタッフさん、僕らだけじゃなくてスタッフさんみんながフォーマルなスーツなの。そう。あ、すみません、一人除いてです。うちのマネージャーだけあのロングスカートにヘビ柄のピンクね、基準でね、ちょっと作ったはったけどね。それ以外みんなフォーマルで格好してる。神聖なやつです。まあ、二人は何チームですか？部学です。部学、はい、一発目のロケはこの部学チーム。イエーイ、はい、ありがとうございます。お願いします。どうもー、よろしくお願いします。お祭りです。今回は、菅原先生が教えていただいた真須美田神社に来ております。真須美田神社、はい、いろいろ学んでいこうと思いますのでよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今日はこの3人でどでかい祭りをぶち起こしていきます。せーの、わっしょい。大丈夫ですかこれ？パーでしたね。それでは、はい、本日ですね、あの撮影にご協力いただきます、はい、真須美田神社のお方をちょっとご紹介させていただきたいと思っております。はい、真須美田神社は金ねぎの塚越さんです。塚越さん、はい、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。自己紹介もさせてください。お願いします。僕たちは真須美田です。お願いします。よろしくお願いします。で、名乗るかな、一人ずつ名乗るかな。ピンク色の神田陸斗です。お願いします。白色の浦上拓也です。はい、全然色違うんですけれども、はい、本当にまた後で水色の塚ちゃんなんか、あーなんかいけそうじゃないですか。今日のロケいけそうじゃないですか。一番感触あった急に、なんか安心しました。ちなみに、金ネギというのはネギっていうのが、願い事が縮まってネギごとになりまして、はい、願い事、ネギごと、それがネギになったわけですね。あ、なるほど。ネギっていう役職はまあ願い、願うって意味です。願うとか祈ると。で、ゴンネギのゴンっていうのは権力の権で、はい、これ仮のって意味なんですよ。うん、ほう、ネギよりまあ格下なんですよね。ということはじゃあまだこの二人はニラぐらいですかね。いやいや、そういうことじゃないですよ。願い事なんで。美味しい野菜の話をしてるわけじゃないですか。じゃあ本日はよろしくお願いします。以上、僕たちは祭りナイトでした。今回2人がお世話になる真須美田神社は鎌倉室町時代に制作された舞楽面が多数保存されちょることから、古くから雅楽が盛んに行われちょったっじゃないかと言われちょるそうな。2人はその貴重なお面などをたくさん見せてもらった。そして真須美田神社のお偉いさん、水色のつかっちゃんから数時間にわたって雅楽について細かく学ばせてもらったそうな。雅楽とは舞楽、管弦、国ぶりの歌舞の3つに分けられるそうな。今回はリクトが前から僕は笛が得意だとかなんとか言っちゃったし、タクヤも昔の歌歌ってみたいみたいなこと言っちゃったから、2人で力を合わせてできることに挑戦することにした。演奏して歌う歌は真須美田神社でも披露される楽観演に決まった。その楽譜がこれ。なんじゃこりゃこりゃなんじゃこりゃ。下に、あ、横にこう2回で1、2、3、4、最初の2行ちょっと歌ってみたいと思います。よろしくお願いします。ではいきますね。あるらある
全然覚えてないけど、まずたっぷり歌うんだなっていうのを今ので2行なんですよ。だって音階が全く書いてないんですけど、ほとかで急に音が上がったじゃないですか。あれはもう覚えるしかないんですか。あ、そうですね、実際にそれはちょっと笛を吹いてみて、はい、どこまでできるかなってちょっと感じてもらいたい。なるほど、ね、あ、笛の音に合わせて自分の声も上がったり下がったり。フィーあれですね。フィーだけフィーあれですね。あからさまな。フィー結構高かったね。ちょっと自分も今の言われたフィーをちょっと意識しちゃった。ちゃんとカメラに答えたくて。めっちゃフィーはありがとうございます。ありがとうございます。高い音です。はいはい、ふくらってのは低い音。はい、同じ指で高い低い。笛吹かれたことは、しのべが、しのべはありますね。はい、で、しのべよりも吹き口が大きいので、はい、ちょっと息たくさん使うと思います。ああ、はい、そうなんですね。一度、どんな音でもいいので、はい、ちょっとこう、鳴らしてみてください。上手ですね。褒められました。カメラのなんで急に褒められました。今まで全然鳴らなかったんですけど。いや、本当に、自分らが一番びっくりする。真ん中の辺。中、中って書いたことがあるんですけど、中って言います。はい。左手は人差し指一つ。はい。で、右手は小指一つ。はい。はい。押さえてもらって、出せますかね。お、いけるじゃないですか。褒められました。難しい、ね、難しいです。やっぱ節がまだ覚わってない部分もあるので、うん、ついていくので精一杯ですね。で、だんだん繰り返していくうちに、その歌と連動して頭の中で想像できると自信です。ちょっと静かにしてもらっていいですか。一人こっち見ます。鬼怖怖生と死の境目をなんかさまよってるみたいな。どうですか。うるさいんで静かに。いやいやいや、あーなーる、皆様本日はお越しいただき誠にありがとうございます。ありがとうございます。それでは教わった楽観演を一行披露させていただこうと思います。よろしくお願いします。お願いいたします。
ゃんと吐く、ね、まあ、紆余曲折はしたと思うんですけども、ちゃんとあの最終的に、今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。雅楽っていうのはとっつきにくいところありますから、それでも初心者であれだけのね、成果が上がればこれすごいもんで、できればこう継続してやっていただけるとですね、あの祭りナインの皆様にとってもプラスになると思いますので、ぜひぜひ継続してください。お願いします。ありがとうございます、はい。次回。ありがとうございます。ありがとうございます。いつでも殴ってください。慣れてるなと思ったら。次回、お祭り自由研究第3話、だしチーム、だしとだし。見てね。届く夢は獅子の心意気。